はい、皆さんこんにちは。アップバンクでライターをやっているポールです。はい、こんにちは。なんだね。今日もですね、また iPhone の小技を持ってきました。いい話やないか。はい、今回ちょっと前回の好評だったからな。あ、本当ですか。ありがとうございます。なんだっけ。ですね、好評すぎてちょっとあんまり覚えてないんだけど、なんだっけ。前回はあれだね、忘れたんかい。iPhone で連続した文字を高速で入力できるっていう。キーボードの設定でね。そうです、そうです。それと、あとちょろっとね、ライトの。はい。そういう小技だったんですけど、今日はちょっとプライベートを守れる小技です。うん、何かっていうと、写真で。あ記事見た。アップバンクの記事見た。見た。あれさ、微妙に回りくどくない？いや、でもあれ、かなり自然にできるんですよ。他人にそこまで iPhone のさ、写真アルバム見られるタイミングってある？ある、あるし、僕さっきちょっといいですか、自分の。お、いいよ、言っちゃって、言っちゃって。自分の開いたら、ちょっと女の子の、あちょっと恥ずかしい画像が。まあ、これアプリの、はい、レビューだったんですけど。これはあんまり、そうだな、ちょっと複雑だな。複雑ですよね。はい。あと、なんか、他人に、ほら、この前撮った写真がさ、とかって言って、でこう回してたこう出てくるとかね、あるな。はい、はい、で、まあどういう裏技かっていうと、この見られたくない写真をすごく自然に、しかもアプリを使わずに隠せるっていう裏技です。はい、はい、で、それどういう風にするかっていうと、このアルバムで編集をタップします。はい、これ編集画面ですね。で、この編集の下にメニューが出てるんですけど、これの、一番右下ですね、このトリミング、これ画像切り取りなんですけど、これでこう見られてもいいところをパンツここダメです。ダメダメダメ、ポール、はい、あかん。マックス村井チャンネルは小中高生たくさん見てるから。あ、すいません、頼むよ。失礼しました。はい、誤解を与えるよ。5だけに、うん、はい、で、見られていいところでこうやってトリミングでこれ保存しちゃうと。保存しちゃうんだ。はい、保存しちゃうと、はい、おお、アルバムのサムネイルでも隠れた。で、これもう一個嬉しいのが、このまま、まあそのアルバムで見せるときにも役立つんですけど、例えばこうカメラアルバムにアクセスするアプリ、はいはいはい、別のアプリね。そうです、そうです、はい、カメラアプリとかでカメラロールを開いた時も、おー、隠れてる、はい、隠れてるんです。で、このまま読み込んでも全然、あ、本当だ、とか全然 OK、 へー、全然自然、はい、こんな感じで隠せるというこちらの裏技、はい、ぜひですね、なんかまあ二次元の画像とかちょっと見られてまずい画像をでも消したくないっていう時にぜひお試ししていただきたい裏技です。戻す方法もちゃんと戻ります。はい、はい、この編集、またさっきと同じ手順で編集からトリミングに行って、おー、本当だ、残ってる、はい、いつでもパンツがダメじゃないですか。ポール、マックスチャンネル、ポールはい、いつでもね、はい、戻ってます。イエローカード出ました、イエローカード、イエローカード、あと1回やったら危ない。はい、できんです。気をつけます。はい、こんな感じでいつでも戻せるし隠せる、はい、という便利な裏技です。はい、ぜひ素晴らしい、はい、皆さんお試ししてください。で、今回、またですね、紹介したこの裏技は、アップバンクのアプリから、マミルトンがいる。マミルトンがいる。この写真見せたくないって絶対この記事だろ。そうです。この記事に飛ぶんだろ。はい、そうです。今すぐ解決。この今すぐ解決を教えて。マミルトンは一体どんな写真を見せたくないと言っているんだね。画像だけマミルトン。画像だけ。はい。で、ここから詳しく確認できるので、また見てください。で、こういう風な小技は、この記事の最後にある教えて記事の一覧ページから、他の小技も見られるので、そちらもチェックお願いします。例えば他にどんな小技があるんで？例えば他に、Gmail や Google ドライブの大切なデータを丸ごとバックアップとか、あと、あ、これが結構反応良かったですね。iPad のキーボードに、
隠された機能。絶対分かった、これタイトルで予想できた。本当ですか。半分になるやつでしょ。そうです。あと半分にもなるし、半分にしてるから私はい、半分にもなるし、あと高さも移動できるんですよね。知ってる。はい、あの iPhone のフリックで入力できるんだよね。そうですそうです。あれ超便利、 iPad は。特にミニを使ってるときはもう絶対キーボードの設定はいじった方がいい、はい、握ったまま親指でフリックできるっていう、はい、そういう裏技が載ってます。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ぜひチェックください。はい、以上以上です。また、はい。